どうも、アイチイありがとうございます。いつもと違く、ちょっと顔を出した状態からスタートさせていただきました。途中からこのホワイトボードのアップ、いつもの画角に変わりますので、少々お付き合いください。で今回はですね、ママパパ講座ということで、まあ、月1で撮っている保護者の方向けの動画を撮っていくわけなんですが、今回は受験生のワークを支えたいというテーマで話していきます。ですが、これは何かの情報を皆さんにお伝えするというよりも、 えー、一まあもと塾講師をやってたので、一元塾講師として、まあ今は教育 YouTuber ですが、一教育 YouTuber として、えー、経験から、えー、皆さんに、えー、お伝えしたいことという,いう感じになります。なので、まあ見ていただく方によって、受け取り方はいろいろ様々かと思うんですが、えー、この10月、11月、まあそもそもね、11月になりますけれども、まあ、この時期に、 だからこそ保護者の皆様に、えー、伝えたいことというか聞いていただきたいことがありますので是非ね最後までお付き合いください。 はい。ということで、改めてになりますが、よろしくお願いしますえ。先ほど申しましたように、今回は受験生のワークを支えたいというテーマです。で、これは今、今、この活動をしている上でも、え割と保護者の方から、えワークが受験生ですと。で特にえ、例えばご兄弟がいて、一番上の子の受験だったり、まあ、一人っ子だったら一人っ子の方の受験だったりとか、つまり、親御さんからしても、我が子が初めて受験生になった時に、 何をしてあげたらいいのかわからないっていう相談は、これは塾講師時代から保護者の方にいろいろ言われていました。で、いろんな保護者の方に話を聞いたりとか、あとはまあ生徒に話をしていく中で感じたことっていう、で自分の中で1個の答えがあるので、それを今回お伝えしたいと思っております。で、えっ、ー、と、まずポイントと書きました。でここに、そんなことに子供たちが救われることがありますと。 で今回覚えていただきたい、あのー、ことはこれです。もう一番は。そんなこと。この部分に子供たちが救われることがあるんですよ。と。で、このそんなことっていうのは後ほど、まあ、最後の方に話していくわけなんですが、えシンプルに言うと、えー、例えば保護者の方にこういうことをしてみてくださいって、あの、面談とかでお話しさせてもらうとですね、え、そんなことでいいんですか ってよく言われてたんです。なのでこのそんなことって、それぐらい、え、そんな些細なことみたいな、当たり前のことでっていうことが、実は子供たちの支えになるえ、救いになるっていうことがあるんですよっていうのが、この動画で伝わったらいいなというふうに思って話していきます。 でまずですね、えっと、今、11月に入って、投稿してる時が入ってるか入ってないかぐらいの時期だと思うんですがまず10月と11月え子どもたちはですねほほにににゃゃららとほにゃららとが混在すする時期になりますでどういう感情,か感情かっていうとまずやらなきゃ。まあ、受験生なんでね夏も終わって受験まであと数ヶ月と。 なっているのでやらなきゃって気持ちは少なからず持っています持っているんですけれどこいつともう一個まだいいかと、えー、この気持ちが混在しておりますなのでまあ皆さんのお子さんが、まあ、どういう状態だったかっていうのはもちろんそれぞれ違うとは思うんですがまあ少なからずですね我が子を見ていてそれでいいのかっていうふうにイライラされた方が多かったと思います で、これは実は子供たちも自覚をしてるパターンが多いです。やらなきゃいけないのは分かってる。でも、どこかまだ大丈夫じゃないかと思ってる自分がいて、うまく波に乗り切れない。つまり、例えば勉強机に座っていても、あの、スマホをいじってしまったりとか、違うことをしてしまったりとか、で、自己嫌悪になって、そんな自分にイライラすると。結構これが10月、11月です。特に10月なんですけどね。でも、11月になってもまだ引きずってる方は多いはずです。 で、この、まあ、イライラ、これは学生の方もそうですし、保護者の方もそう。で、私もそうです。私もそうなんですけど、イライラすると、人は視野が狭くなります。これは、多くの方が該当すると思ってます。イライラすると、視野が狭くなる。で、視野が狭くなると、何が起こるかっていうと、あるものが増えます。で、何が増えるか。これは、我が子へのダメ出しが増えます。ダメ出しが。 つまり、例えば、ワークのことを、まあ24時間ずっとは見てないでしょうけど、自分もそうですけどね。ですけど、ある程度こう、同じ時間を共有していく中で、褒めどころは少なからずあるはずなんです。それは勉強のことじゃなくてもそうです。じゃなくても。ですけど、ダメ出しを、例えば、頑張ってることと、まあ、褒めどころと、ダメ出しをするところがあったときに、どうしてもダメ出しの方に、こう、フォーカスが当たっちゃうんですよね。 で、そっちに視野が狭くなっていくので、ダメ出しの方ばかりに目が行ってしまって、こっちが見えなくなっていきます。つまり、あ例えば何かな、えっ、ー、と、まあ、たまたまワークをね、こう見た時にスマホをいじってると、またスマホをいじって,って、勉強しなさいよみたいなのを言ってしまうと。で、もちろんそれを言わなきゃいけない場面はあると思います。もちろん、ある、あります、あります。ですけど、これ気をつけなきゃいけないのが、このダメ出しが子供たちのとって、 地雷になってる可能性があります。まあ地雷って言い方はね、ちょっとこちら私が個人的に言ってる言い方になっちゃうんですけど、つまり、それを言うことによって、子供たちの、えー、モチベーション、まあやる気ですよね。モチベとかが、もう急降下する。で、これを言われたことによって、えー、親子関係ですよね。関係も同じように、まあ下がるというか、 状態が悪くなっていくケースがあります。これなぜかっていうと、例えば子供たちの中で、じゃあそのスマホをいじってるシーンをね、たまたま見かけてその言うじゃないですか。でももしかしたらですよ、そのスマホは休憩中でその前には勉強を頑張っていたかもしれないんです。で、その事実を見てもらうことなく、この一言を言われた場合、私の何を知ってるんだってなるんですよ。子供たち。これでも親御さんもわかると思います。 仕事に置き換えてもらっても構いません。えー、親御さんが、えっ、ー、と、学生時代を思い出していただいても構わないんですけど。でも、親、自分もそうです。自分もどうしても、えっ、ー、と、我が子のことになると、こう、熱が入るというか、ね、どうしてもこっちに視野が狭くなってしまうので、自分今小児と年中の息子がいるんですけど、特に小児の息子に関しては、本当に気をつけないと、意識をしないとこうなっちゃうんですよ。でも、ちゃんとちょっと落ち着け、俺と。 考えたときに視野を広く見たときには、いや、頑張ってるとこあるじゃんって。ってなって、あの、ダメ出しだけじゃなくて、褒めどころもセットで伝えられるようになっていく。まあ、そうやって気をつけなきゃいけないとこなので、なので、この視野が狭くなって、この時、視野っていうのが一個のキーワードになるんですけど、常に、えっと、特にイライラされたときとかに、自分が視野が狭くなってないかなって、ダメ出しすることしかないのかなっていう視点は、 すみません。生意気なことを言ってるのは分かってるんですが、持つようにしてください。はい。一回こう、口に出してしまったら回収できないので、もう、その一言、その一言が、一個のもうきっかけになって、そのバタバタバタって崩れるパターンは、本当にあり得るので、ぜひ覚えておいてください。でですね、次。なぜ褒めが大切なのかと。まあ、褒めが大切なんていうのは皆さんね、あ、そうだろうなと思うと思います。でも、あえて、 えっと、深掘りをして、なんで大切なのって褒めることが、何のメリットがあるのっていうのをちょっと考えてほしいんですね。で、これは一つに答えは決まりません。たくさんあると思います。今こうやって動画を見ていただいて、か見,て見ていただいている方の中でえ、これかなと思ったものはきっと正解です、それが。ですけど、あえて一つ自分がお伝えしたいのは、例えば子供の自己肯定感が上がるとか、自信につながるとか、っていうのもあるんですよ。あるんですけど、私がよく言うのは、 何かを伝えるためです。それは、言いにくいことを伝えるために褒めが大切だと思っています。例えばですね、えっと、さっき、ダメなしって話があったんですが、それも必要な時がありますっていう話もしました。例えば、子供たちが本当にダラダラしていて、ちょっと釘を刺さないとまずいなっていうことは実際あります。塾講師やってる時も、例えば子供たち、まあ、1週間に1回、2回ね、こう塾に来ていただいてですね、 まあ表情でわかるわけですよ。あ、今よくねえなって。これは、うんと、まあどっちかというとこのやらなきゃよりまだいいかの方に心がいっぱいになっていて、ちょっと釘を刺さんとバランスが戻ってこないなっていう時に、まあ言うわけですよ。お前この前やったらこの前やったら落ちるぞとか。いうのは言うんですよ。言うんですけど、その言いにくいことってありますよね。もっと勉強やりやさいっていうのを言いにくいことです。ですけど、それを伝えるためには普段から、 褒め言葉がちゃんと届いている関係になってないと、これが届かなくなるんですよ。つまり、ここがありきです。褒めが先にあるから、そこに言いにくいことを言っても受け取ってくれるっていう。普段から言いにくいことを勉強しなさい勉強しなさいとか、ちゃんとやなさいよみたいなことばっかり言ってたら、それを聞きはしますよ。こお子さん聞。聞きはしますけど、受け取ってないですから。聞き流す方に行きますから、意識が。 だから自分が言いにくいこと、きついこと、伝えにくいことっていうのをいざっていうとき、ここでちゃんと届けなきゃっていう場面で伝えるためにも普段から褒めるっていう意識ですよね。だからダメ出し以外の部分ですよね。っていうのが大切になります。なので、まあこれはね、お子さんによっても違いますし、親子関係によっても違います。今は一つの例としてしか お伝えできないんですけれども、これを、この特に11月、特に11月、12月ってなっていくとですね、保護者の方もどん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 いっぱいいっぱいになっていきます。特に、最初に話したように、お子さんが初めての受験の場合、はい、親御さんも何をしたらいいか分からないっていうことになり得るので、漠然とした不安が付きまといます。そうすると、どんどんやっぱり漠然とした不安ってセットでイライラがやってくるので、イライラとともに視野が狭くなってダメ出しが増えてっていう、この悪循環に、 負のスパイラルにはまってしまうんですね。その時に視野が狭くなってないかなとか、あの、褒めどころを忘れてないかなっていうのは、ちょっと自問自答する癖というか、っていうのを思い出していただければ嬉しいです。そんな、えっと、例えば、親御さんが伝えるですね、些細な褒め。これ勉強じゃなくてもいいんですよ。本当に勉強なくてもいいんですけど、些細な褒めがですね、子供たちの精神安定にめちゃめちゃ刺さります。 あの、悔しい話なんですけど、例えば、私、塾講師やってる時、まだ子供いなかったので、塾講師として、やっぱりまあお、えっと、お子さん、子供にとっての主役というか、一番大きな存在は親ですよ。だ間違いないです。間違いないんですけど、でもやっぱり、自分にとって影響力は出したいわけですよ。自分が言った一言で、え子供たちが頑張ってくれたら嬉しいなとか、っていうのは思うわけですね。ですけど、例えば自分らが、どれだけお子さんのこと、子供のことを励ますというか、 思いを伝えたとしても、親御さんの一言にはもう絶対勝てないんですよ。勝てないです。それぐらい、え、お子さんにとって親の存在っていうのは、こ当はいい意味でも悪い意味でも、あの、プラの、なんだ、刺さるというかね、影響があるので、そこを改めて覚えていただけると嬉しいです。では最後にね、えっと、今回の本題というか、そんなことの部分。で、この言葉自分好きでよく使うので、よかったら覚えてください。特別なことよりそんなことっていう。 え、特別なことも大事です。大事ですよ。ですけど、あの、特別なこと、例えば、じゃあ、何か、ちょっと支えたいから、なんか、サプライズでプレゼントをあげよう、みたいな。<laughs> いいんですよ。いいんです。それで喜ぶ方もいると思うんですけど、えっと、特別なこと。特別なことをするとですね、お子さんによっては、裏を読まれます。裏を読まれるというか、深読みされるんですよ。おえっとは お、と、親御さんからしたら、本当にね、元気を出してほしいとか、ちょっとこう気を抜いてほしいって思ったことが、あ、きっと親から、親が、私がね、こんな状態だから、こう気を使ってるんだなって、気を使ってるんだな、だから、あ、もっと頑張んなきゃっていう、ちょっとマイナスの受け取り方をされるんですよね。だからみんながみんなじゃないですよ。 なので、その特別なことっていうのを、まあ、使うタイミングというか、その特別度合いも、ちょっと気をつけないと、あまりこう特別なサプライズとかをしてしまうと、うん、なんかこう変に、こういうふうに感じられてしまうこともあるので気をつけてください。で、ちょっと特別なことの中で、個人的におすすめがあるんですけど、おすすめはですね、外食です。外食。まあ、ちょっとコロナもね、少し落ち着いてきたので、外食もしやすくなってきたと思います。で、これは外食じゃなくて、えっと、おうちのご飯。 食事ですね。ご飯のメニューを、例えば子供の好きなものにするとかでもいいんですが、やっぱり食っていうところって、すごいお子さんっていうか、こう、関係が繋がりやすいところなんです。で、例えば何かの機会で、あの、例えばお,お子さんがちょっとね、顔色が暗いと、ちょっといっぱいいっぱいなってるかなって、ねえねえって、ちょっとさ、ご飯食べ行こうよ、みたいな。何食べたいみたいな。え、何でもいいとか言うんですよね。言うんですけど、まあお子さんが好きなものを口で言ってあげて、じゃあ寿司行くみたいな。 で、行ってや、行くだけでも、まあ、反抗期というかね、年頃だとリアクションは薄いかもしれないんですが、それでもこういった機会をもらえると、気は抜けます。ふっと。そう。なので、まあ、こういったことだったり、お,お家の、まあ、食事でも、え、お子さんの好きなものをね、ちょっと作ってあげるとか、っていうのは、え、ちょっとした特別なことなんで、この辺はね、あの、結構子供たち喜びます。あ、自分の生徒がね、まあ、そうだったので、よかったら参考にしてみてください。 で、最後にこの、そんなことです。じゃあ、そんなこと何かっていうとですね、これは、普通でいてほしいんです。で、これが難しいのは分かってます。普通ってなんだって話なんですけど、え、普通に普段通りの、え、家の空気で入れることがすごく子供にとっての安心感になります。で、お子さんはですね、え、年頃な時期っていうのは、すごい人の感情とか思いのアンテナが立ってます。特に家族に対しては特にそうです。つまり、親御さんが、まあ、熟考士の先生とかもそうなんですけど、 が、普通に接してるつもりでも、ちょっとした表情の変化とか、ちょっとした言葉の言い回しみたいなところで、アンテナが引っかかるんですよ。あ、なんか、あれだ、私が、私のせいで揉めてるんだとか、ちょっとお母さん元気ないんだとか、っていうことも感じられてしまうんですけど、そこの部分を、やっぱりこう排除できるというか、普段通りに入れる。で、普段通りなら難しいんですけど、その中で、大切な、 キーワードとしては、やっぱり笑いですね。笑い。まあ、会話、今日切れちゃってごめんなさい。会話の中で、まあ、楽しい会話というか、普段通りのやりとりでもいいです。本当に普通、受験生ということをこう、取った状態で、普段通りの会話とか笑いが生まれるだけで、もうその、その、いつも通りの空間があることが、子供にとってすごい癒しというか、救いになります。オアシスみたいなね、場所になるので、 その部分、そんなことっていうのは普段通りの状態っていうところにはなってしまうんですが、そこをですね、ぜひ覚えておいてください。あの、まだ10月、11月の状態なので、親御さんからすれば、割とまだ余裕がある方も多いと思います。ですけど、これからお子さんもいっぱいいっぱいになっていく。そんな姿を見ていって、時間がなくなる。時間のプレッシャーがかかるので、時間がなくなってきて、親御さんも時間がなくなってきたっていう状態と、我が子の状態を見て、どんどんいっぱいいっぱいになってきます。そうすると、こういった、 負のスパイラルにはまりやすくなってしまうので、そういった時に視野とか、褒めとか、普段通りの、まあ、特別なことよりそんなこととか、っていう部分が、ふっと頭によぎっていただければ、少し、やっぱりあの、お子さんはね、あの、なんだろう、子供でこう、成長してきたって言っても、やっぱり子供なので、自分で舵取りが難しいんですよ。このマイナスの方向に走っていって、こうやって、走っていってる時に、分かってる。切り替えなきゃって思ってるんですけど、切り替えらんないんですよ、なかなか。 いっぱいいっぱいなので。で、そこを、やっぱり空気感とか、家の空気とかをこう切り替えてあげるのは、やっぱ大人の役目というか、親の役目だなと、今ね、親になって改めて思うとこではありますので、ぜひ、こんなところを、ちょっと頭の片隅で構いませんので、覚えておいていただけたら幸いです。 ということで、ちょっとね、短く済ませようと思ったんですが、長くなってしまいました。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来月も何か撮っていきますので、よかったらそちらの方もぜひお付き合いください。では、今回はこちらで以上となります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。